ルイーズ・ド・ラ・バリエールは、フランスの貴族。フランス王イ14世の愛称となり、ラ・バリエール女公爵とボージュール・女公爵の称号を与えられた。1644年、フランソワーズ・ルイーズ・ド・ラ・ボームル・ブランとして、トゥールのラ・バリエール荘園で生まれた。父・ロランは、士官で、母・フランソワーズは、パリ高等法院の監督官の未亡人であった。1651年に、 父が死ぬと母はサンデミ公爵、ジャック・ド・クルタベルと三度目の結婚をし、ブロアにあるオルレアン・コーガストンの宮廷へ出入りするようになった。オルレアン・コーガストンの死後、公爵夫人で未亡人マルグリットは娘たちを連れてパリのリュクサンブルール宮殿へ移り住み、16歳のルイーズも同行した。アンリエット・ダングルテール陶園のショワジー夫人の政治力によって、 ルイーズはイングランドから腰入れしてきたヘンリエッターン、王女の助官に任命された。ルイーズと同い年のアンリエットは、マダムと呼ばれ、若く非常に魅力的な女性で、1661年にフォンテーヌブローの宮廷にやってきた。アンリエットは、義兄のルイ14世と親しい関係になり、このことがいくつかの集文や、二人の恋愛関係を、疑う噂を引き起こした。 この事態に対抗するため、王とマダムは、ルイ14世が、宮廷の外へ出かけるようにし、マダムは、王の行く方向にいる、要3人の若い貴婦人たちを選んで、2人が会う、現場を他人に悟られないようにした。この貴婦人の一人がルイーズだった。ショワズ修道像は、17歳の汚れなきルイーズが、非常に、美しい肌、ブロンドの髪、青い目、甘い笑顔。 表情は柔らかで穏やかだった。と記している。彼女の片足はもう一方の足より短かったため、ルイーズは特別に作られたかかとの靴を履いていた。ルイ十四14世王の愛称となるまで、彼女はわずか2ヶ月間本邸のブローにいただけだった。最初、ルイーズはルイ十四14世とオルレアン皇爵夫人ヘンリエッタとの危険な浮気から注意の注意をそらすためにいたのである。 しかし、ルイーズは、ルイ14世とすぐに恋に落ちた。これは、ルイーズの、初めての真剣な愛であった。彼女は純粋で信仰が厚く、初めからルイに対して思わせぶりな行動をとったのでも、なければ、秘密の関係となるのに自ら興味を示したのではない、ことが伝えられている。彼女は浪費家ではなく、自らの置かれた状況から得られるであろうかねや、称号に関心がなかった。 ただ、王の愛を求めた。ニコラ・フーケがルイーズに賄賂を送ると、王はフーケがルイーズに横連帽して奪おうとしていると勘違いしたため、この一件におけるニコラ・フーケの詮索付きが彼の不遇の原因となった。1662年2月、ルイーズと王は対立した。王が直接問いただしたにもかかわらず、ルイーズはアンリエットとギーシュクのジョージについて、 王に話すことを拒んだのである。このことと同時期にジャック・ベニー・ボシュエはダビデ王の偶話を用いて王の不道徳な振る舞いを非難する一連の説教を行って敬虔な少女の両親を苦しめた。彼女はシャイヨの修道院に逃れた。ルイ14世はルイーズを迎えに行き、宮廷へ戻るよう説得した。ルイーズの敵の一人でジュール・マザラン・数奇教の命に当たる。 ソワソン伯爵夫人、オランプマンシーニは、ルイ14世妃マリー・テレーズ・ドートリッシュの耳に、ルイ14世とルイーズの密通を教えて、ルイーズの長楽を演出しようとしていた。ルイーズは、初めての妊娠で、アンリエットの助官としての務めから外され、パレロワイヤルに預けられた。1663年12月19日、ルイーズは、息子、シャルルを出産し、赤ん坊は直ちに、 サンルーへ連れて行かれ、ジャンバティスト・コルベールの忠実な二人の召使いに与えられた。出産に立ち会ったブルシェ医師によって準備され、赤ん坊の移動が秘密にされたにもかかわらず、出産の一件はたちまちパリに広まった。12月24日の深夜ミサで、教会に集まった人々はルイーズを嘲笑し、そのせいで取り乱したルイーズは、教会から自宅へ逃げ帰ることとなった。 ルイーズ・ドラ・バリエールと子供たちルイーズは、ルイ14世との間に六死を設けたとされているが、成人したのは二人だけだった。王妃マリー・テレーズ・モンテスパン公爵夫人ルイーズが、宮廷へ戻った後、秘められていた二人の関係は、実質的に明らかにされた。王太后アンヌ・ド・トリッシュの死後一週間ほどであった1666年1月20日、ルイーズは、 王妃マリー・テレーズと並んで、ミサに出席した。自らの行為を恥じ、ルイーズは王妃に対して、謙虚にまた尊敬の念を持って接した。出会ってから5年の月日が流れ、王の彼女への寵愛は薄れた。1665年に、第二子フィリップを産んだが、第一子のシャルルと共に溶接した。1666年5月、バンセンヌでジョジを産んだ。 1667年5月、パリ高等法院の特許上によって確認された、ルイ14世の認知した娘は、マリーアンヌと名付けられ、ブロワー城の称号を与えられた。ルイ14世はルイーズにも女公爵の称号を与え、ボージュールの領地を授けた。皇位貴族としての高い特権を持つ女公爵として、ルイーズは王妃の前でもスツールに着座することを許された。 しかし、ルイーズは感銘を受けなかった。彼女は、自らの称号は退職した放浪として、召使いに与えられたようなものだと言った。実際、彼女は正しかった。ルイーズの産んだ娘を認知し、自分との6年間を過ごしたルイーズの愛情に見合った、見返りを与えたというルイの説明は、別の言い方では、豪華な別れの贈り物を意味していた。 1667年10月2日、ルイーズは第4項を生み、ルイと名付けられた。しかしこの時彼女に代わって、王の愛情は王妃からもルイーズからも信頼できる友と見られていた、モンテスパン公爵夫人、フランソワーズアテナイスによって奪われていた。王とその宮廷が戦時中にある間、妊娠を口実に、ルイーズはベルサイユへ送られた。しかし、ルイーズは、 王の命令に従わず戻り、感情を抑えきれずにすすり泣きながら、王の足元に身を投げ出した。モンテスパン公爵夫人はルイーズを自らの化粧係にと要請し、ルイーズは文句も言わず従った。王がモンテスパン公爵夫人と旅に出るときはいつも彼はルイーズとモンテスパン公爵夫人を王妃と同じ馬車に座らせた。モンテスパン公爵夫人には、 夫がいたため、二人は重罪である、官淫の罪を犯していた。ルイーズは、1669年に生まれた王と、モンテスパン公爵夫人の第一子の名付け親となり、赤ん坊は、ルイーズと名付けられた。ルイーズは、自らが王とモンテスパン公爵夫人の関係の、目くらましとなっている状況を嫌って泣き、しばしば修道院へ入る許しを求めた。彼女は、自責的になり、 かつての愛人と、その現在の公めかけと生活を共にすることを、強いられることに対する重荷から、日々憔悴していった。1671年、ルイーズは、宮廷から出ようと、シャイオのサントマリー修道院の門を叩いたが、拒否されたため戻った。1674年、ブルガルーシア・ボシュの助言で、ついにルイーズは、戒律が厳しいことで知られるカルメル会のフォーブール。 サンジャック修道院への入門を許され、二層ルイーズドラ・ミゼリコルドと名乗ることになった。ルイーズが宮廷を出るとき、オルレアン号フィリップ一世の二度目の日となっていた、エリザベートが、ルイーズの娘、マリーアンヌと息子のルイを養育をすることになった。しかし、ルイは後に、オジフィリップ一世と彼の超新種バリエド・ロレーヌとの、修文に巻き込まれ、国外追放され1683年に、 フランドルで死んだ。ルイと仲の良かった姉、マリーアンヌ、そして叔母エリザベートは彼の死で大きな衝撃を受けた一方、実の父親であるルイ14世は涙も流さなかった。王との過去の関係を未だ罪として囚われていたルイーズは息子の死を伝え聞いてこう言った。彼の死以上に私は彼がこの世に生を受けたことを嘆かなければならない。 修道女となったルイーズ・モンテスパン公爵夫人は、ルイーズの修道院入りを阻止しようとして、スカロン夫人を彼女のもとに送った。スカロン夫人は、カルメル海修道院で予想される苦痛について、十分に熟考したかルイーズに尋ねた。私が修道院で苦しみに耐えなければならない時には、とルイーズは答えた。私は、ここで彼らが私を苦しめたことを思い出さなければ、ならない。 そして苦痛のすべてが私には軽く思えるだろうから。と、宮廷を去る日、ルイーズは王妃の足元に身を投げ出して、許しをこうた。私の罪を公衆の前にさらし、私の残悔も公にしなければならないのです。入門後に、ルイーズはキスし祝福してくれた王妃自身から黒いベールを受け取り、最後の誓願を行った。王妃はすでに、 精神的な慰めと休息のために、修道院で登留する習慣があった。また、ボシュエやセビニエ公爵夫人、ルイーズの息子の養い親であったオルレアン、公爵夫人エリザベートも、幾度か彼女を訪問した。興味深いことに、晩年、ルイ14世の長愛を失った、モンティスパン公爵夫人は、ルイーズの元へ出かけ、経験な生活を送る上での助言を求めている。 ルイーズは彼女を許し、神の恵みの神秘において助言した。36年間の信仰生活の後、ルイーズは1710年に死去し、修道院の墓地に埋葬された。ルイ14世の愛称としての暮らしで得た、ラバリエール女公爵の称号は遺産として、娘、マリー・アンヌが継承した。ありがとうございます。